4号艇岡部隆史選手です。輸出おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、早速ですが、ここまでの船足の仕上がりについて教えていただけますか？ちょっと前傾尾はちょっと伸びの感じが悪かったんですけど、ちょっと初日にペラを大幅に叩き替えて、それからは順調に来てます。さあ、その中でも気に入っているところや特徴などはありますかね？伸びが、人並みなんですけど、出足前足は十分だとは思ってますけど。節間中の乗り心地に関してはいかがでしょうか？乗り心地には別に問題はないです。さあ、優勝戦当日の作業ですが、何か具体的なイメージありますか？ちゃんと特訓してスタート感をつかんでぐらいですかね。なるほど。さあ、そのスタートなんですけれども、今節間見え方はいかがでしょう？追い風になって向かい風になって、気象条件はみんな一緒なんですけど、バチッとはいけてないです。そうなんですね。さあ、優勝戦は4号艇でのレースになりますが、コースを含めレースイメージはいかがでしょうか？4号艇なんで、ここら辺から、前付け来たら一緒になっていこうかなと今回は思ってます。それでは最後にファンの皆様へメッセージをお願いいたします。あんまり大村はいいイメージがないんですけど、いいイメージをつけて帰れるよう頑張ります。